年末映画館映画評論家の松崎拓雄でございます。今回はですね、本日公開になりますけれども、プリシラという映画をご紹介したいと思います。What about boys at school? Must be some handsome ones. プリシラ。はい、このプリシュラという映画ですね、まあそのアカデミー賞の候補になるんじゃないかなって言ってて、まあちょっとまあ候補にはならなかったっていうのがあるんですけど、まあ売りとしてはね、ここにベネチア国際映画祭の最優秀女優賞とか、まあゴールデングローブ賞の、まあ、主演女優賞の候補になったということで、まああの去年1年公開された映画の中ではその映画賞を賑わせた映画の一つだということなんですけども、プリシュラって一体誰のことっていうね、まあ、あの話なんですけども、これは、プリシラ・プレスリーといってですね、エルビス・プレスリーの、まあ、奥さんの話なんですよね。これはもうちょっと古い本ですけども、あの私のエルビスっていう、プリシラ・プレスリーが、まあ、エルビスが亡くなった後にそのプレスリーとの、まあ、愛の日々を綴った書籍があって、これを元にしてるのかなと最初は思ってたんですけども、どうやらそういうことじゃないようだという、まあ、話なんですけども、プリシラ・プレスリーはね、僕の世代だとプレスリーのお嫁さんというよりはこの裸の癌を持つ男の、まあ、レスリー・ニールセンの相手役だっていうぐらいの、あの方がちょっとまあ意識が向く、まあ、女優さんというかスターではあるんですけども、まあ、裸の癌とか3作作られて前作に出てらっしゃるんですけども、あとね、フォード・フェアレーンとかにも出てましたけども、彼女はエルビスとめちゃめちゃこう、若い時に出会って、まあ結婚することになるんですけども、この映画の中でも、その14歳のプリシラが、まあ世界的なまあスーパースターであるエルビスと出会ってですね、まあ恋に落ちるっていうことが描かれる、まあ、ある種の電気映画として描かれてるんですけども、音楽ね、やっぱこの映画の中で音楽っていうのはすごく重要になってて、プリシラがエルヴィスに対して子供が生まれるんだっていうふうに妊娠をつける場面に流れるのが、あれはこれどっかで聞いたことあるぞっていうような感じの曲だったんですけど、それが1536年にリュート奏者のハンス・ノイジー・ゾリアンによって作られたガッツェンハウアーっていう、まあ、楽曲なんですよ。ガッツェンハウアーで有効か意味なんですけど、それを編曲した楽曲が流れて、これはですね、地獄の逃避行っていう映画があって、この中で、まあ、編曲されたものが使われてたものを後にハンス・ジマーがその旋律をそのまま使ってトゥルーロマンスっていう映画の、まあ、いわゆるそのテーマ曲に使ったっていう経緯があるんですよ。だからこの3作品の楽曲ってめっちゃ似てるって、テーマ曲が似てるっていうことが起こってるのは、もともとそのハンス・ノイジー・ゾラーによって作られた同じ原曲を元にしてるからっていうことがあるんですけども、何が言いたいかというと、トゥルー・ロマンスっていう映画の中ではエルビス・プレスリーっていうのが結構重要な役割を担っていて、エルビスが出てくるんですよ。顔はよく見えないんだけども、そのクリスチャン・スレーター演じる主人公が妄想の中で出会う俺のエルビスみたいなの出てくるんだけど、それをバル・キルマーがやっていて、そのなんかね、つながりみたいなものを僕勝手に感じちゃって、なんでわざわざそのね、あのトゥルーロマンスの楽曲と似たような楽曲をこのプリシラで使ってんだろうみたいなことをいろいろ考えるんだけども、何かね、その、これはソフィア・コッポラが監督してるんですけども、ソフィア・コッポラのいろんなこれまで見てきた映画のなんかこう素養みたいなものとかも、なんとなくこの映画の中にこう投入されてるんじゃないかなって思わせるようなところがいくつかある。っていうこともちょっと話したんですけども、まあこのね、
トゥルーロマンスの中ではクリスチャン・セレターはエルビスに憧れるっていう憧れの存在としてエルビスが出てくるんだけども、あのプリシラの中ではエルビス本人が、まあ、マーロン・ブランドに憧れていて、まあ、この時代でちょうど映画にも出てたりしてたので役者としてはマーロン・ブランドみたいなあの役者さんになりたかったんだろうけども、ビバ・ラスベガス、ラスベガス万歳みたいなものとかね、その監獄ロックとか本人が望んでたのかどうか分かんないような映画にまあ出てたんだろうなってことが想像できるようなシーンが出てくるんだけども、あのエルビスの部屋にはマーロン・ブランド主演のハトバのポスターが貼ってあるっていうところからも、当時はそういうねアイコンとしてマーロン・ブランドがいたんだな、エルビスにとってもそういうねアイコン的な存在がいたんだなってことが分かるシーンがあったりするんですけども、この映画の中でそのねあの妊娠を告げて、まあ、子供が生まれるんですけども、その子供ってのはまあ、よくよく考えれば誰かって言ったら、リサ・マリー・プレスリーのことで、まあ、彼女は後に、あの、ミュージシャンとしてデビューするんですけども、残念なことにね、去年のゴールデングローブ賞の授賞式には、その、このエルビスが候補になってたってことで、あの、お母さんの、それこそプリシラ・プレスリーと二人で出席してたのに、その間になんかちょっと急に亡くなっちゃったっていうことで、ちょっと僕はびっくりしたんですけど、このリサ・マリー・プレスリーっていうのは、まあ、マイケル・ジャクソンとも結婚してたし、ニコラス・ケイジとも結婚してた。で、ニコラス・ケイジっていうのは、このハネムーン・イン・ベガスっていう映画の中で、そのエルビスのそっくりさんみたいな中の一人を演じてたっていうのがあったりするような共通点なんかもあり、つまりね、まあ、この映画、ソフィア・コッポラがプリシラって監督したって言ったじゃないですか。ソフィア・コッポラとニコラス・ケイジって親族関係にあるわけですよ。ってことを考えると、この映画で描いてるプリシラ・プレスリーは、ソフィア・コップラと遠縁にある関係にある、その人を描いてて、つまりね、いとこの元嫁の母親がプリシラになるっていうような、そういう関係の映画になってるってところが、はい、エルビスのに関する映画だけど、そういうね、近しい人が作る、しかもソフィア・コップラっていう、が作ってるっていうのってなかなか得意な映画だなと思わせる、まあ電気映画であるけど得意な映画だなと思わせる理由の一つになってるんですけども、これはあのソフィア・コッポラっていう監督の特徴がやっぱすごく出てる映画というふうに僕は感じていて、エルビス・プレスリーっていう人のそのスーパースターの孤独だけではなくて、その妻もまた孤独であるっていうことがこのプリシラっていう映画の中では描かれていて、でもその女性が抱く孤独っていうのは実はソフィア・コッポラっていう監督がこれまで作ってきた映画の中でたびたび描かれてきたモチーフであるっていうところが僕は結構あの特徴というか重要なポイントじゃないかなっていうふうに感じました。なのであのこの映画の中ではプリシラっていうのはそのエルビスっていう名のカゴの中にいる鳥であるっていう風に描かれてるんですよね。カゴの中の鳥っていう表現を借りるのであれば、ある建物の中から出られないっていうんですかね、その中に留まっている、留まらざるを得ない女性たちっていうのを実はソフィア・コッポラはこれまで描いてきて、例えばマリー・アントワネット、映画だったじゃないですか。あれだとベルサイユ宮殿という建物があったり、ロスト・イン・トランスレーションだと東京のホテル、サムウェアだったらロサンゼルスのホテルだったり、南北戦争の時の寄宿舎っていうのはビガイルドの中であのモチーフになってたし、その封鎖された邸宅っていうとグリングリングがそうだったな。で今作においてはそのエルビスの邸宅として有名なのグレースランド、グレースランドの外に出れないっていうようなその邸宅みたいなものがやっぱモチーフになっていて、この映画っていうのはそのプリシラ・プレスリーっていう人の人生半生を描いた電気映画なんだけども、やっぱりソフィア・コッポラの映画になってるっていうところが僕は特徴じゃないかなっていうふうに感じました。さらに言うと、ロストリン・トランスレーション東京モチーフになってて、そのビル・マーレー演じる、ハリウッドスターの CM 撮影のために東京にやってきた写真家の、妻の役をスカーレット・ヨハンソンがやってるんだけども、彼女はハリウッドスターを撮影するのは写真家の妻として来てるから、本人はまあセレブでも何でもないわけですよ。そうすると
まあ、主人はその仕事をしているので東京で置いてけぼりになって一人ぼっちになっちゃうっていう、そういう孤独が、まあ、描かれてた。でそのね、そういう姿とそのこのプリシラっていう映画の中でプリシラ・プレスリーが描くそのスーパースターの妻の孤独みたいなものが結構なんていうんですかね、重なって見えるっていうところがなんか興味深いなと思って、ソフィア・コップラがこの映画を作りたいと思った源にはやっぱりその彼女が描き続けてきたモチーフみたいなものがあるからっていうことに、まあ起因してるんじゃないかなっていうふうに思ったんですけども、そもそもね、ソフィア・コップラってまあフランシス・フォード・コップラっていう大監督の娘であるっていうことだったり、ソフィア・コップラのご主人はまあのミュージシャンだったりっていうことがあるので、そう考えると、その大スターを父に持つリサ・マリー・プレスリーの気持ちもわかるし、ミュージシャンの妻っていう点で言うとプリシラの気持ちもわかるっていう、そういうところもね、結構興味深いバックグラウンドを持ってこの映画に挑んでるなっていうことがまあわかるんですよ。僕もまあ思うんですけど、その大好きだったねスターと結婚してなんで別れんのっていうふうに思っちゃうんだけども、この映画を見るとその人を尊敬していたり才能を認めてるっていうことと、結婚っていう形において別れるっていうことに対して理解できるとまでは言わないけども、なんとなくそういうこともあるからなっちゃうよねって分かるように作ってるところが、ソフィア・コップラっていう、まあ、偉大な父を持ち、まあ、芸能一家ニコラス・ケイジだって親戚に当たるわけですから、そういう人だからこそ描けるスーパースターの妻の孤独っていうのがこの映画の中で描かれてるんだけども、本当かわいそうなことなんですけど、このねプリシラと離婚したもう本当数年後にエルビス本人が孤独な状態で亡くなっちゃうっていうことになっていくっていうことがあって、なんかその後のねこの映画の中で描かれていないエルビスのその後みたいなものを考えても、プリシラはね長生きして今も存命なんだけども、まあ娘のリサ・マリーが先に亡くなったりとかね、リサ・マリーの夫だったマイケル・ジャクソンも亡くなったりとか、まあそういうこう悲しい人生をこの後歩んでいくっていうのを見ていくときに、なんか若いまだ輝かしいプリシラの姿を、まあこの映画の中ではカイリー・スペイニーが、本人は25歳なんだけど14歳からそのの長い年月を一人で演じきってるってところに、その輝きみたいなもの、そういうものの儚さみたいなものを感じさせる演技っていうのがあって、おそらくまあベネチア国際映画祭では彼女の演技っていうのは高く評価されたんじゃないかなというふうに思うんですけども、ここからはねちょっとネタバレになるので、まだ映画ご覧になってない方でこの先はちょっと知りたくないっていう方はここでちょっと動画を止めていただいて、まあ、ここからはちょっと僕が思った超ネタバレなこと、これもね本当かどうか分かんないんだけども、僕が思った超ネタバレ的なラストに関してのお話をちょっとさせていただきたいと思うんですけども、まあラストはねもう、 こう歴史的なことがまあ言ってることだからもうしょうがないと思うんですけど、プリシラとエルビスっていうのはまあ離婚することになって、まあ有名歌手のもとを去っていくプリシラの姿で映画終わる。でその時にエルビスの楽曲を流すのかと思いきや、そこで何が流れるかっていうと、ドリー・バートンの曲が流れるんですよ。I'll Always Love You が流れるんですよ。これは何かっていうと、後にこのボディーガードっていう映画でホイットニー・ヒューストンがカバーして、まあ、むしろねドリー・バートンの曲というよりはホイットニー・ヒューストンの楽曲としてよく知られてる I'll Always Love You っていう曲を流して、その孤独に去っていくっていうプリシラをこう映し出すんですよ。それをね見た時に、あれこれはソフィアはもしかしてボディーガードやりたかったんじゃねえのみたいなことを考えさせられるような、まあオマージュ的なことを感じさせるような作りになっていて、そこがすごく面白かったんですけども、スーパースターとそのまあいわゆる一般人っていうんですかね、そのエンタメの世界に生きてない人たちが結びつくとか、その幸せな人生を歩むのが難しいっていうことを、その当事者である監督であったり、まあそのプリシラ本人もそうだし、このボディーガードもそうであるっていうことを考えた時に、あ
やっぱりその有名人の孤独みたいなものっていうのは、その我々想像ぐらいはできるんだけども、その芯にあるものっていうのは、実際にそのそういう家族で育ったソフィア・コッポラっていうのは、そういうものを確かに今までもずっとモチーフにしてきたし、このプリシラ・ブリスリーっていう人の自伝を描く場合においてもやっているんだなってところに、あ、やっぱりこう優秀な監督っていうのはその作家性というものを見出せるものを持ってるなと思った映画になってますので、あの興味ある方はぜひご覧いただきたいなというふうに思います。